こんにちは、しーぼくでーす。ズームの新しいマルチエフェクター G2-4 を購入いたしました。まあ、ズームファンのね、僕は待ちわびた新機種なんですけれども、皆さんはね、 G1-4 からの乗り換えだったりとか、あと G3N からどれぐらい進化したのか、 MS50G は持ってるけれども併用なんかどうでしょうみたいな感じのね、質問いただいてるので、まあ、新たなこの G2-4 使った感じで他の機種との違いなんかをお話しさせていただきたいなと思っております。まあ、単刀直入に言うとですね、まあ、いい点もちょっと気になる点もあったんですけれども、ファーストインプレッション的にはですね、操作性はちょっと違和感あったけどすぐ慣れて、ズームユーザーだったら全然すぐに使いこなせます。説明書いらないですね。あとサウンド面、まあ、ここが一番重要かと思うんですけれど、音はねかなり良くなってます。今回メーカーサイドが一番推してるのが、このマルチレイヤーの IR。まあ、要するにですね、キャビネットに空間があって、まあ、距離感、それが層になっているみたいなイメージですかね。まあ、IR っていうのは音響空間というか距離感だったり、ライン録音だとどうしてもこう平面でなりがちなところを IR で空間を作って、なんかマイクで撮ってるようなね、イメージ。それがさらに進化したという感じでございます。後ほどね、マーシャルとかフェンダーのアンプ、G1 と G2 とあと G3N、鳴らし比べているんで、それは後ほど聞いてください。まあ、お値段的なところでいくと、G1 のまあ上位機種に当たるんですけれども、G1 は1万円弱、9800円ぐらいなんですけれども、この G2 はね、なんと2万4000円。ペダル付きだと2万8000円。これね、G3N よりもね、高いんですよ。まあ、世情の物価の問題とかもあるんでしょうけれども、G1 の2倍以上なんで、音はね、もちろん G1 よりも全然良くなってます。で、これよりも安い G3N なんですけれども、G3N はね、僕かなり好きで、未だにね、LINE 録音はほとんどの動画を G3N で撮ってます。で、その G3N がだいたい1万8000円ぐらいで売ってるんで、それよりもね、6000円ほど高いというところなんですけれども、内蔵エフェクト数がですね、G3N よりもね、こっちの方がね、断然多いんですよ。それでまたね、プラスで50種類ぐらい追加されると。ここまで発表されているので、まあなので2万4000円っていうのはそうかなとは思います。ただ音に関しては良くはなってます。良くはなってるんですけれども、G3N はですね、IR ないんで、ズームは G11 からね、IR が乗っかってますけれど、逆にその G3N のね、距離感の近い音、これが好きっていう人もいるんで、一概にね、G3N とこの G2 どっちがいいかっていうのはね、なかなか難しいなと。これはね、後ほどね、ちょっと LINE 録音してるのをね、聞いてみてください。まあでもですね、やはりその IR、かなり進化していて、かなり空間がね、こう広がった感じがしますよ。数段エフェクト数が増えてるっていうのも魅力的で、まあ特にね、空間系なんかは細分化されてます。一番エフェクト数が多いのは MS50G なんですけれども、それよりは少ないですが、こっちの方が細分化されてエフェクトが乗っかってます。G3N はね、結構ね、少なめだったんですね。G1 もね、ちょっと少なめですよね。で、まあ、総合的に G2 のこのいいところというと、やっぱコンパクト。で、音が良くなって音色が増えた。操作も多少ね、最初は違和感あったけど、全然慣れてすごく使いやすい。で、ペダル系がですね、別枠なんですよ。エフェクト6個プラス別でペダルエフェクトを設定できるんで、ペダル付きのね、G2 の方がね、もしかしたらね、使い勝手はね、いいかもしれないです。で、気になる点としては、マルチレイヤー IR というのが搭載されているので、キャビネットがめちゃめちゃ進化したんだろうなっていうイメージがあったんですけれども、ズームユーザーの人だったらわかると思うんですけれど、ヘッドとキャビネットって分かれてるじゃないですか。なのでそのキャビネットが進化したのかと思いきや、そのヘッドとキャビネットが分かれてるっていう概念がもうないんですよ。もうアンプ単体で、マーシャルならマーシャル、フェンダーのツインリバーブだったらツインリバーブで、もうセット一体になってるんですよ。なのでキャビネットだけ今までみたいにオンオフ、マイクのオンオフができたりとか、ハイとローの EQ をいじれるとかっていうのがあったんですけれども、その辺がないです。キャビネットの設定をするという概念が一切ないです。個人的にはやっぱヘッドとキャビが分かれてて、
細かい音作り、好みの音作りができるっていうのがこのズームのね、いいとこじゃないかなとは思ってはいたんですけれど、いざですね、この G2 使ってみると、まあ、より簡単な操作でいい音が出るっていうのが一番の正義だなと。まあ、細かい設定に関してはもうハイエンドの機種の方にね、お任せしていくような感じじゃないでしょうか。で、あとキャビネットでね、一枠ね、エフェクタースペースが埋まってたんですけれども、まあそれもなくなって一つね、エフェクトを追加できるという利点もあるんですけれども、ズームの G1 で、例えばリズムとルーパーって別のボタン、別枠であったんですけれど、これはね、なくなるんですよね。なので、ループもリズムもこのエフェクトの中に入れなければいけないと。この6つの枠の中に入れなければいけないので、ルーパーとリズムを使う場合はエフェクトは4つしか使用できない。まあこれは G3N と同じですね。で、MS50G との併用なんですけれども、僕はね、ありじゃないかと思います。アンプが進化しているので、アンプシミュレーターをこっちの方で使って、あと空間系でボタンが3つあります。フットスイッチが3つあるので、飛び道具系をここに3つ入れておいて、MS50G はですね、これの前段につなげてドライブ系として使用する。ドライブ系のエフェクトはですね、MS50G の方が多いんですよ。なのでドライブ系を MS50G で軸にして、そこで、まあ、ブースターだったりとか、あとハーモニストとか、音を厚くするもの、ドライブ系を厚くするものを MS50G に入れて、こっちは空間系とアンプみたいな。まあそういう使い方も面白いんじゃないかと思います。で、まあ今後ですね、僕がどのエフェクターを軸にしながら動画を撮っていくか。今まではですね、G3N が断然強かったんですよ。で、セッションなんかに行くときは、このね、G1X4 を持って行って、もうこれ1台でやったりしてたんですけれど、多分ですね、今後はこれがメインになると思います。両方のね、いいところをね、これね、持ってるんですよ。サイズ感は G1。でも中身は G3N。まあそれ以上と言っても過言ではないので、今後は私これを使ってまいります。ではではですね、マーシャルとフェンダーのアンプのモデリング G1、G3N、G2 の順番で聞いてください。